はい、ソングバード稲津です。今日は美容室にカラーしに行く前ですね、これだけはするなっていうことですね、ちょっと今日はお伝えしようと思います。まあ結論から言っておきますね。結論からお伝えすると、シャンプーはしなくていいっていうことですね。なんかね、やっぱシャンプーしていかないとなんかこう汚いと思われるんじゃないのかと思うけど、やっぱですね、美容師プロはですね、そんなこと思いません。はいですね、なんでカラーする前、美容室にカラーする前にですね、シャンプーしていかない方がいいかっていうのをですね、今日解説していこうと思います。まあ、前日の夜ですね、はい、シャンプーはですね、しなくていいです。まあ、やったとしてもしっかり流す程度でいいですね。なぜかというとですね、頭皮を守るためですね。頭皮、髪の毛染めちゃうんですよ、カラー剤って。激薬ですよ、言うならね。そんなのがですね、やっぱ頭皮にベタっとつくわけですよ、ね、それはヒリヒリする人はヒリヒリしますよね。その体調とかでですね、やっぱこうヒリヒリする人もいますし、まあ、アレルギーがあるっていう方もいらっしゃるんですけども、それをですね、なるべく抑えるためにも、またね、これからカラーしていきたいとか、初めてカラーするとかいう人もですね、前日の夜はですね、シャンプーをしないでおくと、皮脂っていうのがですね、まあ、頭の油ですねっていうのがですね、やっぱ体にとっては最高のコーティング剤というかバリアになるんですよ。まあ、有害なものから守るですね、これ紫外線だったりとかいろんなホコリとかですね、その一つにヘアカラー剤も含まれてるんですよね。ですので特にですね、ヒリヒリしやすいとか、まあ、初めてカラーするんで心配とか、まあいつもねちょっとヒリヒリするんだよねとかいう人ですね、まあ本当ね、前日シャンプーしなくていいと思います、僕は。はい、でちょっと皮脂出していく方がいいと思いますね。なんかこう変に気を使わなくていいです。もう一回聞いてみてください、担当美容師さんにですね。ちょっとある動画で、まあ、イナツっていう名前出してもいいんですけど、ある動画でですね、こうシャンプーカラーする前にですね、シャンプーしなくていいっていうですね、皮脂が出るから体がヒリヒリしにくくなるよって言われるんですけど、やっぱその臭いとか汚いとか思われますかねとか、ちょっと聞いてみても全然いいと思います。それでですね、いや嫌ですとか言う人プロはいないと思うんですよね。うん、でたった1日ぐらいですよ。うん、でその時はですね、やっぱこうカラーする前はですね、あんまりこう僕はシャンプーしなくていいって思ってる派ですし、今からですね、初めてカラーするとか毎回ヒリヒリするという人は、美容室カラーする前はシャンプーはせずに行きましょう。でまあ、シャンプーはせずとは言いましたけど、まあ、例えばですね、まあ、ワックス、ね、ちょっとバリバリするワックスだとか、まあ、オイル系は別にどうでもいいんですよ。まあ、蓄積しているオイル系は別なんですけども、オイル系も別にいいし、ちょっとこうポマードだったりジェルだったり、まあ、メンズの方ですね、そういう方はですね、やっぱちょっと別ですね。そういうスタイリング剤が残ってるでシャンプーしなくていいで来ましたはちょっと違うんで、そういう方はですね、あらかじめですね、こうシャンプー剤を髪につけつけて、頭皮にはつけないでこう行かれてもいいのかなと思います。人間のカラーっていうのはですね、やっぱ外的なものから守るようにできてますんで、やっぱカラーっていうのはですね、やっぱこう有害なんですよ。うん、頭皮にとっては髪にとっては、それでやっぱダメージしちゃうわけなんで、やっぱ皮脂をね残して油が守ってくれるんですよ、頭を。ですので今からはシャンプーせずに行ってみてください。なんかね、歯医者と一緒で綺麗にしていくのがマナーなのかなと思いますけど、そうじゃないです。はい、やっぱカラー染みられるかとか僕は言います、お客様にですね。もう次からシャンプー、次の前日はシャンプーしないで来てくださいってですね言います。なんか感染とかですね、病気を患ってらっしゃる方もいらっしゃるんです、そのお客様で。そういう方にですね、もうシャンプーしてこないでくださいって言います。皮脂を残してきてくれと。そうする方がですね、頭皮にとってはすごくいいです。まあ、先ほども言ったように、それで不快に思うプロはいないです。この人汚いなとか絶対思わないから大丈夫です。まあ、例外としてはそのバリバリした感じ、そのまあ根本的にねカットしにくいだったりとか、僕とかはねドライカットから始めるんでほとんどですね、やっぱこうあれなんですけど、まあそういった例外を省けば、うん、もうシャンプーいらないかな。でもシャンプーなんか定例のようにシャンプーから始められる方もいらっしゃるんですけども、カラーの場合はまあしないかな。うん、まあウェットというか お流しをしてカットしてカラーっていう方が多いですからね。はい、ってことで今日はシャンプーですね。はい、シャンプー、うん、カラー前、美容室のカラー前は前日はシャンプーしないでいきましょうということでした。うん、気になるっていう人は流すぐらいでもいいんじゃないですかね、シャワーでバーっとですね。はい、今日の動画いかがだったですか。はい、まあ、ちょっとねこう初心者よりといいますか、まあ、初めてカラーする人よりの情報だったのかと思いますけども、まあ、今までねずっと染められてきたっていう人もですね、ぜひともシャンプーしないで行ってみてください。案外ね効果あると思います。はい、皮脂っていうのはそれだけですね、しっかり
体を守ってくる、頭皮を守ってくるの で、それだけですね、カラー剤っていうのは有害なものなんで、そこはですね、しっかり、あと体調も本当関係あります。例えば妊娠中、まあ、カラーをですね、否定される方もいらっしゃるんですけども、僕が妊娠中にカラーを否定する理由の一つとしては、やっぱ体調っていうのは分かんないんですよね、妊娠中っていうのはランダムで。で、体調が悪いとやっぱ、頭皮が染みる可能性があるんで、やっぱそういう時はですね、やっぱお控え願うように言ってますね。いや、極端にこうバーッと顔まで荒れちゃったりもするからですね、そういうパターンもあります。はい、まあ、今日ですね、今日の動画が良かったよっていうことですね、高評価マークよろしくお願いします。で、なんかご質問ありましたらコメント欄にどしどし送ってください。全部解説させていきます。はい、で、まあ、ここからまあおまけみたいな感じですね、まあ、久々の更新でですね、更新ですね、申し訳なかったです。まあちょっと年末年始ですね、すごく忙しくてなかなか動画撮れなくて、なかなかですね更新できませんでした。まあ、去年はどうでした、いい年になりましたかね。まあ、もう年末で忙しくてよかったです。で、また、ね、今年も神々ですね、また今年もまあその定期的に動画更新していきますんで、まあ、これからもですね応援の方よろしくお願いいたします。皆様ですね、視聴者さんの方がいらっしゃるんでですね、僕もなんかこう続けていけるし、なんか今はですね、こうなんかいろんなものを突発して楽にこう投稿できてる感覚はあります、自分なりにですね。ですので、まあマイペースにまたやっていこうと思います。では、バイ。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画イナツ良かったよって方ですね、ぜひとも高評価ボタンプラスですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。でですね、まあ、そのコメントではね、言いにくい、なんか相談しにくいんだけど、相談したいことがある、髪の悩みについて相談したいことがあるんだよっていう方はですね、まあ、概要欄の方にあの公式の LINE アットをですね、LINE 公式をですね、登録してもらえたらですね、そこで個別相談にも乗ったりいたしますんで、もしよかったらよろしくお願いします。何でも相談乗ります。で、まあ、もっとですね、いい髪の毛、柔らかい髪の毛にしたいとですね、思ってらっしゃる方は、まあ、僕自身がですね、プロデュースしてます、こう、オリジナルのブランドがありますんで、そちらのシャンプー、トリートメントもすごくおすすめです。そちらもですね、購入に買ってますんで、気になる方はぜひよろしくお願いします。じゃあ、またな。